さんこんにちは。うんまるパパです。うんまるママです。今日は30週と6日目、2週間に1回の妊婦検診に向かっております。今まではですね、地下鉄で、病院まで通ってたんですけれども、ちょっとあんまり長距離歩けなくなってきたのと、恥骨痛が激しくてですね、30週入って今日は、文丸パパに病院に送ってもらってます。ありがとう。イエーイ。そう、病院の診察室にはまだ入れないんですけれども、地下鉄で移動するのが大変になってきたので、すごくありがたいです。本当はですね、今週末、今日は金曜日なんですけれども、明日明後日で2人のお洋服の水通しをしようと思っていたんですが、なんとなんとここから1週間雨が続くということで、予定が狂ってしまいました。そろそろですね、家の中で動くのもきつくなってきたので、早めに準備しなきゃいけないなって思うことがいっぱいあるんですけれども、実は今日もですね、入院の準備はもうしておいてくださいねって言われてたんですが、まだできておらず、持たずにやってまいりました。お部屋の準備とか、退院してからすぐ生活できる最低限の準備とか、まあ、退院後すぐパパにお願いしなきゃいけない手続きのまとめとか、なんかこうやらなきゃいけないことはいっぱいあるけど、何から手をつけていいのかみたいな感じで過ごしております。みんなはどのくらいで用意始めるんかな。直前じゃないかな。直前でも何があるかわからないじゃん。今日文丸たちはほら無事に今ここまで来てるけど、うん、割とその病院からはずっと何があるかわからないからっていうのは言われてたし、ギリギリになってしまった感がすごく否めないんだけど。まだ2ヶ月ぐらいあるしね。2ヶ月ないよ、もう1ヶ月。入院までは2週間。まあね。うん。生まれるまでは1ヶ月半。それで教え準備しよう。そうね。ちょっと今週末、来週末は何を準備しなきゃいけないのかをまず洗い出さないと分かんないね。そこから始めよう。はい。ということで、今週末の予定はそんな感じになりそうです。はい。はい、週末用意しましょう。はい、ありがとうございます。じゃあ今日も文丸たちに会いに行ってきまーす。はーい、お願いします。こっちの方の頭が下に。あ、はい。こちらの方の方が下に。はい。お腹結構硬くなります。そうでも。なんかここ5日間ぐらいは座っててもなんか多分、あ、これが張るっていうことなんかなみたいな感じで、ちょっとこうギューってなって、はい、かといってじゃあ寝転んで治るかって言ったら、そうでもなくて、結構2人とも決めて、はい、結構下にいる方が頭が見えにくいぐらい、はいはいはい、結構だから座ってると圧迫感というか。それで合わせて4キロいかないぐらいの。そんなになったんですね、うん、もういわゆる普通の人の予定日ぐらいの大きさ優に超えてる。なるほど。結構歩くのもきつくなってきて。ああ、そうですね。ちょっと頭がこっちの方ですね、はい、正確に測れないので、はい、ちっちゃめに出てるかもしれませんけど、はい、こっちが 1800g で、はい、こっちが 1600g ぐらい、はいはい、
もうちょっとあるかもみたいな感じですか、ね、そうですね。よかったです。あー、下のアングルから。そうですね、はい、いつもの頭でローリングアタックされてるような感じがあります。口開けてる。鼻の穴。そうね、下なるほど。左の方の子は、はい、右側の子に顔をベタッとつけて。なるほど。右側の頭ですけど、はい。こちらの体にズボンベタ。ああ、なるほど。胸、お腹ら辺に。そうですね。ドンと。まあ、膜があるので、はい、そのように付き合っていますけど、B の子が、体重としては標準なんですけど、はい、でこれは右側の方です、はい、左側の方はこんな感じで、はい、中猫さん、触ります。はい、ありがとうございます。お隣で、はい、はい、今日は2週間に1回の検診に行ってきました。まあ、文ちゃんと丸ちゃんはですね、2人とも、頭が今日も下でびっくりするぐらい成長していたんですけれども、先生にはですね、2人とも大きめだというふうに言われました。左側にいる文ちゃんは2週間前 1415g というふうに言われていたんですが、なんと今日ですね、1806g ということで、391g 大きくなっていて、で右側にいるまるちゃんはですね、実は頭が結構挟まって下がってきているのできちっとサイズが測れなくて、1626g というふうに言われたんですけれども、まあ、先生がおっしゃるには今までの経過を見ると左側にいる文ちゃんと同じぐらいになっていてもおかしくないと思いますっていうお話でした。まあ、ということで1800というと、まあ、3600近くありますので、まあ、2人合わせると、単体妊婦さんの臨月と同じぐらいになってきたなっていうふうに思います。まあ、先生からもですね、すごく順調ですって、ここまで何も問題なく来てるのは素晴らしいですねっていうふうに褒めていただきまして、すごく嬉しくなったと同時に、あの文ちゃんと丸ちゃんにもありがとうっていうふうに思いました。でいつもはですね、エコーだけなんですけれども、今日は内診も ありまして、まあ、子宮の入り口の硬さとか長さを見てくださったみたいなんですが、まあ、それはですね、週数相当なので今のところは心配がないそうなんですけれども、右側にいるまるちゃんがですね、ちょっと下がってきているので、まあ、ここからさらに降りてきちゃうと早めの入院になることもありますっていうふうに言われました。で入院準備に関してもいろいろ教えてくださいまして、まあ、なんかいよいよ近づいてきたなーっていう気持ちとともに、とにかくあの入院の用意はあのすぐにしておこうと改めて思いました。で文ちゃんと丸ちゃんはですね、問題がなかったんですけれども、問題はですね、私の鼻血でした。前回の動画でもお伝えしたんですけれども、ここ2ヶ月ですね、1日4回ぐらいかな、4、5回ぐらい突然ポタポタポタって鼻血が出てきてまして、バスに乗ってても突然ポトポトポトって出たり、あのウェブ会議をしていても突然鼻血がポトポトと出てきたりということで、前回耳鼻科を受診した時にティッシュなどは詰めずに鼻をつまんで止まるまで30分ぐらいその体勢でいてくださいねっていうふうに教えていただいたので、それをしていたんですけれども、なんかですね、ここ1ヶ月ぐらいでこの鼻の穴から見えるところに塊というか、なんかこうかさぶたなのか何なのかみたいなのが見えていて、どん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 大きくなっていたので、改めて今日産婦人科の先生に相談したところ、急遽耳鼻科の診察を受けれるように段取りをしてくださいました。で耳鼻科で見ていただいたところ、この左側のですね、鼻の内側に小さな腫瘍ができていて、そこからですね、まあ、常に血が滲んでいて、
まあ、ちょこちょこ大きな出血につながっているということが分かりました。で、妊婦さんはエストロゲンとかのホルモンの関係で、まあ、出血しやすかったりとかするそうなんですけれども、まあ、この見えている小さな腫瘍っていうのが炎症を繰り返してできたものなのか、できてしまったものが悪さをしているのか、取ってみないとわからないっていうことだったので、まあ、急遽手術をしてもらいまして、その小さい腫瘍を取っていただきました。で、麻酔が使えないので取る時はですね、まあ、激痛だったんですけれども、終わった後からはですね、鼻血もピタッと止まって、もうあんなにティッシュをたくさんカバンに詰め込んで生活していたんですけれども、まあ、鼻血も止まりまして、すごく過ごしやすくなりました。2ヶ月間毎日ちょこちょこ出血していたので、貧血もそこから来てるんじゃないかなと思っていたんですけれども、これで貧血の数値も改善されるといいなっていうふうに思っております。マイナートラブルが一つ解決ということで、それだけで元気が出てきました。またそのですね、取ったものの病理検査の結果が来週出るということなので、また来週耳鼻科を受診して結果を聞いていきたいと思います。いつも最後までご覧いただきましてありがとうございます。ぶんまるママでした。